より小さいワールドシリーズ、ドジャース4にヤンキース、第2戦、26日、日本時間27日、ドジャースタジアム。左肩を痛めたドジャース大谷翔平投手、30、の様子を、ドジャース専門 YouTube チャンネル、ドジャーブルー、の編集長が X、旧 Twitter、に投稿した。大谷は7回に二盗を試みた際に左肩を負傷。中継映像では、大谷が、肩っすね、左、とトレーナーに訴える様子が映し出され、外れた?と聞くトレーナーに、大谷が、多分、と答えていた。大谷は試合終了から2分後に、トレーナーと警備員に付き添われて球場を後にした。同チャンネル編集長のブレイク・ウィリアムズ氏は、自身のインスタグラムで、翔平は笑顔で歩いていて、目に見える範囲で肩や腕、手首などには何もしていなかった、と投稿した。